今夜は拡大3時間生放送。二大超能力者が緊急来日。未解決事件の犯人に迫る。今夜、帰宅途中に殺害された48歳の主婦。その遺体は無残にも自宅の玄関先で発見された。もう母親がやられたこと以上のことをやってやりたいっていうやっぱ気持ちが大きいですよね。警察の捜査も難航した怪事件。しかし家族には一人気になる人物がいた。事件の5日後、通夜の朝、現場に現れた不審人物。似顔絵捜査官がその男を描き出した。一方、超能力捜査も始動。イギリス情報局 MI5 の力を借りるサイキックドリーマークリス・ロビンソン。この難事件解明に向け初来日。早速現場に急行。確信に近づいています。なぜ被害者は自宅の目の前に。なぜ全ての衣服が剥ぎ取られていたのか。クリスが夢の中で捉えた真相とは。さらに彼は犯人の顔も透視した。家族が目撃した不審人物、そしてクリスが投資した犯人、2人は同一人物なのか。12月6日の放送で情報を呼びかけた22歳夫失踪事件。ばあちゃん、振り込み詐欺まがいの会連が監禁の可能性さえあったサトシさん。300万だよ、300万。お前本人かもしんねえよ。失踪62日、テレビの力はついに本人を発見。視聴者情報、探偵調査、スタッフによる捜索、そして超能力捜査。今夜あらゆる手段で難事件の完全解明に挑む。拡大3時間スペシャル、生放送で未解決事件の完全解明に挑みます。世界的な超能力者2人が凶悪な殺人犯の顔と名前を緊急通し、犯人の今に迫ります。はい、視聴者の皆様からの情報提供が事件解決の最大の鍵となります。今夜まさにあなたが捜査官です。スタジオにはテレビご覧の皆様からの貴重な情報を最大限収集しようということで、ご覧のように100名の電話オペレーターが待機しております。受付電話番号です。東京03-3405-3001。メールやファックスでの情報も受け付けております。だという猟奇的犯行現場に正田アナウンサーが行っております。神奈川県を横断する国道129号線、上下線合わせて6車線の交通量の多い幹線道路から40メートルほど入ったところに立っています。この場所から細い路地を住宅街の奥へと進んでいます。この時間にもなりますと、人そして車の往来はほとんどありません。そして今日は番組のために照明をつけていますが、日頃は街灯が少なく非常に暗く寂しい場所です。さらに両側は非常に高い塀に囲まれています。ですので死角になる部分がかなり多いんです。この先の路上で48歳の主婦が無残な姿で発見されました。今から2年半前の2002年6月25日、神奈川県厚木市内の路上で女性の遺体が発見された。殺害されたのは近所の主婦。絞殺された遺体からは全ての着衣が剥ぎ取られていた。しかも遺体は自宅前に遺棄されていた。被害者は奥野京子さん、享年48。12年前に離婚。女手一つで3人の子供を育てるため働きに出ていた帰りの事件だった。殺してやりたいとかもあるじゃないですか。もう母親がやられたこと以上のことをやってやりたいっていうやっぱ気持ちが大きいですよね。自宅の目の前で発見された遺体。それは玄関までほんの数メートルの距離だった。ここで一体何が起こったのか。
戦慄の事件から2年半が過ぎた今でも残された家族の悲しみは癒えることがない。加えて湧き上がる不安に苛まれる毎日。なぜ母が狙われたのか。次は家族の誰かが標的になるのではないか。そして犯人の目的は。捜査本部が置かれている神奈川県警察厚木警察署。現在捜査はどこまで進んでいるのか。責任者に話を聞いた。広いあの範囲でですね、聞き込み等をやっているんですが、まあ、今回の事件に関するまたあの犯人に直結するような情報というのは全く上がってきてない。2年前のことを思い出していただいて、目撃情報が一件でも寄せていただければ、私たち捜査員としては非常にありがたいと思うし、今回のテレビも番組もその点を期待したいと思います。首都圏を震撼させたこの衝撃の事件にテレビの力が挑む。2年半前の6月25日午前0時過ぎ、深夜車で帰宅していた女性が自宅近くの狭い路地に入った時、路上に何か奇妙なものを見つけてブレーキを踏んだ。その女性が見たものとは。それは路上に全裸で横たわる京子さんの遺体だった。付近には京子さんが着ていたと思われる衣類が散乱。しかもその場所は京子さんの自宅前だった。遺体の第一発見者は、印象残って頭に焼き付いてるのは腕がタランとこう出てたんです。白い肌です。足が出てたっていうことは着てないです。京子さんは一体なぜ殺害されたのか。当時自宅近くのレストランで働いていた京子さん、明るく真面目な仕事ぶりで店での評判も良かったという。午後11時20分頃、いつもより早めに仕事を終えた京子さんは自宅に電話。バスが出てしまったので歩いて帰ると長男に告げたという。気をつけて。その日の天候は雨。京子さんは黒のジャージにジーンズ姿で傘を差していたと思われる。勤め先の店から自宅まではこの国道129号線をほぼまっすぐの道のり。深夜でも交通量の多いこの道を歩いて帰ろうとした可能性が高い。距離にしておよそ 1.2 キロ。普段は車で送ってもらっていたが、この日はたまたま歩いて帰った。徒歩ではおよそ20分の道のり。この国道129号線をまっすぐおよそ1キロ。路地を曲がって100メートルで自宅。遺体はこの狭い路地で発見されている。自宅前は住宅が密集しているにもかかわらず、目撃者はおろか京子さんの悲鳴を聞いたという情報もない。当時仕事で疲れていた長男は母からの電話の後そのまま就寝。事件を知ったのは翌朝5時。警察の知らせで母が戻っていないことに気づいた。戻ってないです。午後11時20分に自宅に電話。発見されたのが午前0時過ぎ。およそ 4,50 分の間に犯人に襲われ命を落としてしまった。この短時間の間で犯人はいかに京子さんに接触し犯行に及んだのか。などが散乱していたが、いまだ見つかっていない持ち物がある。それは京子さんの携帯電話。そして犯人は大胆にもその電話を使い家族に電話をかけてきたのだ。
遺体の周囲には衣類などが散乱していたが、未だ見つかっていない持ち物がある。食べたが居場所特定には至っていない。先日の事件から2年半が過ぎた今でも、残された家族の怒りと不安は薄らんことはない。未だ埋葬されず部屋に置かれた遺骨には家族の思いが込められている。私たちも、まあ、そばに置いておき、はっきりわからないですし、やっぱなんか理由がわからないんですよね。ないっていうか、犯人に対して今気持ちは、逆にやっぱ殺してやりたいとかもあるじゃないですか。もう母親がやられたこと以上のことをやってやりたいっていう、やっぱ気持ちが大きいです、ね。当社でさえ横を通り抜けるときはこのように大人が半身になって通らなければいけません。ましてドアを開けて乗り降りすることはまず不可能と考えてください。ということを考えますと、この通りは土地勘のない人は入りづらい通りということが言えます。さらにこの奥に行くと住宅街が続いています。家と家が隣接していますので、もし物音や悲鳴があった場合、その場合はすぐに住民の方に聞こえたのか。未だ見えぬ犯人像だが、長男は事件後不審な人物を見たという。その男性ってのはどっちの方向から来たんですか。あっちです。あっちから。それは事件の5日後、遺体が発見された自宅前に家族が花を添えている時の出来事だった。路地を入ってきたその男と目が酷な犯人とは一体どのような人物なのか。元滋賀県警鑑識課の坂本圭一氏に分析を依頼した。果たして長男が見た男性は事件と何か関わりがあるのか。まあ、自分がその起こした事件に対するですね、やっぱりその怖さがあるんですよ。だからよく確認に来るもないことから、車を入れて遺体を置いたとは考えにくい。実際路地に車を入れてみると、道幅の狭さがよくわかる。これではドアを開けることすら困難である。あそこの日、あのこちらの細い道に入るところがあるでしょ、四日田の、はい、あそこに車を止めて、あそこからあの、まあ、担いでからこちらの方へ連れてきて、うん、そして車を路地の入り口につけ、国道からの目隠しにして自宅前まで遺体を担いで運んだというのである。坂本氏の推理を検証してみる。路地に車を止めると、少し大きめの車なら完全に国道からの目隠しになる。反対側に京子さんの自宅を知っていて、あえてこの場に遺体を遺棄した可能性が高い。体を抱えてきてその場に下ろしたため、膝が曲がっていたのではないか。さらに坂本氏は、こちらの方にお母さんを連れてきてくれてますよね、はい、というのは何らかの形でですね、名刺があるか、全体的な雰囲気ってのはどんな。さらに長男が見た不審な男性の似顔絵を坂本氏に作成してもらう。一番記憶にあるところは、そのどんなところに記憶ありますか。ちょっと長い黒髪、中分けなんですけど、はい、長い黒髪、はい。服装はチェックの、チェック寝るシャツ。に遺棄したのか。そこで犯罪心理学の専門家である臼井真史氏に犯人像の分析を依頼した。事件の現場を歩いて情報収集分析、そこから浮かび上がる犯人像とは。あまりにもこうリスクの大きい行為をしていると思うんです。坂本氏の描いた似顔絵をもとに聞き込みを開始する。犯人に土地勘があるとすれば、近隣の住人である可能性も高い。そして未だそこに潜んでいる可能性も。見ねえな、まだこの辺はな。あ、そうですか。一軒一軒、一人一人しらみつぶしに当たる。どこに。事件は向こう側の国道の向こうだったんですけど、まあ、要するにそれと同じ側っていう。何もないし、街灯があんまりないんで。さらに聞き込みを続けると、京子さん殺害犯との関連を思わせるような情報も。そして地元の商店では、いや、
げてきたっていう感じですね、うちに。え、ここに逃げてきた、うん、男の人に追われて、そういうね、声を思いしたからって言うんでね、助けてくださいってこと。そう、助けてくれって。付近一帯では事件前から痴漢や変質者、子供の連れ去り未遂などが多発しているという。京子さんの長女も恐怖の体験をしたという。深夜3時過ぎ、仕事で遅く帰宅した彼女が家の台所で休んでいると、恐ろしい犯人は今もこの町のどこかに潜んでいるかもしれない。テレビの力はこの凶悪犯を絶対に許さない。本当にひどい。しかし、お店を出てから、死体がこう発見されるまで1時間しかないわけですよ、うん、で車をもし使われた場合ですね、例えば無理やり乗せられたのか、あるいは知人、対象をやっぱり視野に入れておかなきゃいけない。あ、交通が、つまり車で人に殴られたぐらいでは、うん、そんなものでは内臓損傷を行わない。車で跳ねてるとか、まず跳ねておいて抵抗を失わしておいて、うん、それから首を絞めるっていう可能性ですね。なるほど、そこまでの場合がね、わからないと、うん、いうことは、レストランから自宅までの間でそういったことを見た人がいれば一番、うん、そうです。もし跳ねられるとしたらちょっと事件というか、時間調整ってことがあったと、ゆっくりということですよね、見ざるを得ないかもしれない。ただ間違いのないことはね、これご自宅の前に遺体を置かれてるわけですよね、はいはい、これはね、愉快犯なんですよね、ええ、自己顕示欲の表れでしょ。なるほど、自分がやったよってことは、自宅を知っているということは間違いなく知ってるってことですね。家族への被害者も知ってるはずです。はい、はい、私なんかあれなんですよね、痴漢とか変質者の類じゃないような気がするんですよ。恐怖的英雄、爆破テロを予知未然に防いだ超能力デカ、クリス・ロビンソン。夢の中で全てを見通すサイキックドリーマーが完全解明に挑む。混迷を極める厚木主婦殺害事件を解決すべく立ち上がったのは大英帝国最強の都市。犯人や失踪者の居場所を正確に見抜く脅威の能力の持ち主である。1991年にはイギリス南部セントアルバンスでの爆破テロを予知、幾多の人命を救っただけではなく、なんと犯人の名前までその脅威の能力で投資したのだった。彼はイギリスからその中身を投資、成功すれば投資結果をメモしたファイルを持って来日するという。果たして数日後、事件の概要が見えたとの連絡が。そして今回、イギリス最強の超能力者クリス・ロビンソンの初来日が実現。2枚の写真は違う服を着ています。一つはスモックというマタニティドレスのようなもの、何かの柄が入っていて無地じゃない。もう一枚はパステルカラーのシャツです。ビルの中で撮られた写真なんですが、彼女はこんな仕草をしているんです。果たして結果は。クリス自ら初めて手にした封筒を開けてみる。何と言えばいいんでしょう。結果は。そして持参したファイルを見せてくれた。これらは11月18日にイギリスで書いたものです。しかもそれは3週間前、中に着ている T シャツまで一致していた。そしてクリスは夢で投資し、見えたものを語り始めた。改めて断っておくが、我々は事前の情報は一切クリスに与えていない。だが彼にははっきりと事件の内容が見えていたのだ。でも不思議なのは、 V の字を逆さにしたはしごが見えたんです。それとこの 4×4 という数字、今ある。彼女の家は小さくて密集したところに立ってますね。それで近くにたくさんの小旗がはためいているんですよ。旗が見える、うん、それは自宅近くの目印だという。
だが我々は自宅へ向かう前にまず京子さんが勤めていた店、果たしてクリスは何を読み取っているのか。いいでしょう。ここは分かりました。表情一つ変えず車に戻ったクリスだが、ちょっと待ってください。 Can we please? Okay. Please can we just... すごく何かを感じるんです。 突然何を感じたのか。先ほどまでとは打って変わった様子のクリス。その時、yes.ほら、ありました。なんと、交差点の反対側にクリスが投資した。やがて、京子さんの自宅、つまり事件の現場付近に差し掛かった。すると、旗ばかりですよ。旗ばかり。この上りのことですよね。Flags everywhere.事件の起きた路地は道幅が狭いことから、そしてまさに遺体が発見されたその場所でクリスの足が止まった。この辺なんか感じますか？この辺感じますか？彼女が亡くなった瞬間のことを透視していたんですが、最後に彼女が見たものがあのはしごだったんです。クリスが事件に風で見た透視結果を確認するためだった。そしてそれは完璧だった。確信に近づいています。そして彼は事件の全体像を今夜の夢で透視すると言い残し現場を後にした。何事かメモを取るクリス。一体何が見えたのか。翌日ホテルを訪ねた我々にクリスは開口一番こう告げた。昨夜事件当日の様子が見えました。クリスは夢で透視した事件当夜の様子を。トラックです。荷台がホロの。クリスによればその夜バス停から歩いて帰る京子さんの姿を対向車線を車で走っていた犯人が目撃。U ターンして昨日クリスが見つけた 4×4 と書かれた店の前で声をかけ乗せたのだという。11時45分頃だが、もし車を使ったとすればわずか5分、つまり犯行時間は1時間以上に増えるのだ。犯人が彼女を乗せて車を止めた場所に行きましょう。あ、その場所ですね。はい、OK。それは一体どこなのか。再び現場、犯人はここに車を止めたとクリスは断言した。ここに車が止まって彼女は降りました。その時犯人が彼女の方に回り込み後ろの荷台に押し込もうとしたんです。彼女が激しく抵抗するので犯人は首を強く絞めたんです。そのせいで声帯が潰され声が出せなくなってしまった。路上に京子さんの着衣が落ちていたのは彼女が逃げる途中で落としたとクリス。だが犯人は最後の一撃を彼女に加えた。薄れゆく意識の中で彼女が最後に見たもの、それは家の前のはしごだったという。いよいよ最終局面に入ったクリスの透視。彼は犯人の具体的な人物像について語り始めた。しかも犯人の名前まで透視したという。彼女は犯人逮捕につながる重要な鍵を教えてくれました。それは犯人の名前です。日本人系の運送をしているトラックを使ってね。荷台は布製のカバー、金属製ではありません。カバーの色は暗めで、このカーテンのような暗い茶色の布地です。では当時の犯人の住所は。消しました。そして犯人は今どこにいるのか。京子さんの声を聞いたのですが、
黄色いプラスチックのガス管を最近埋設した場所。カシノという言葉がつく場所ですが、かなり曖昧です。居場所はカシノと黄色いガス管がキーワードとなる場所。犯人は建設関係の運送業をしており、荷台が布製で茶色のホロ付きトラックを運転していた。投資結果を報告するために我々はクリスと共に家族の元へと向かった。一通りの報告を聞くと、家族は犯人と知らなかったら絶対に乗らないと思うんですよ。その犯人はじゃあ母に好意を持っていたということですか？はい、好意を持っていました。ですから犯人にとってあの夜は絶好の機会になってしまった。そのことだったんですね。だからすごい、それも見せてあげれなかったことっていうのはすごく、私たちも、ね、悲しいよね。悔しいっていうか、捕られたのだ。その憎うべき犯人を似顔絵に描き出す。クリスが夢で投資した犯行の全貌、そこに現れた犯人とは。クリスの投資をもとに似顔絵捜査官坂本圭一氏が筆を取る。そしてついに犯人の似顔絵が完成した。さらに唇は分厚い。クリスはこの顔に間違いないと断言した。この似顔絵と投資結果をもとに調査を開始。まず神奈川県内のホロ付きトラックのダチレンを使ったもの、そのポリエチレンの色が黄色だったのだ。だが黄色のガス管は神奈川県内全域で使われており、場所の特定は困難であった。そしてカシノに関するキーワードについては地名人名を問わず現在調査中である。投資になっていらっしゃいましたが、ね、レストランから出てったあの経路といいね、不合点がすごいですね。しっかり合ってますよね。4×4 の場所、あるいは旗という部分も4×4 ね、意味がありましたね。はしごもそうでした ね、 後ろから首を絞められて声が出なくなったっていうふうに、声帯が潰れるなんていうのはめったなことでは潰れないんですか。勤めてらっしゃったそのレストランがすごくポイントになるような気がするんですけれども、当然捜査の対象になると思いますね。ですから、我々が犯行状況を聞いていることに納得できると思います。今ですね、遺体発見現場から細い路地が出てきました、そして、この129号線に向かう途中にですね、この場所がクリスが投資した場所、パート先があります、その近辺で京子さんの事件の2ヶ月後に、トラックの荷台に女性が連れ込まれて、そして暴行を受けるという事件があったそうです、京子さんの事件と関わりがあるかどうか分かりませんが、こちらにはそんな情報も入ってきています。同じようなケースの事件があったな。なくても物騒なねことを近所の方おっしゃってましたが、でも知らない。スタジオに金田泉さん、